酒館学院修習期限定講座パッケージの授業講師の酒館です。今回紹介するのは1993年にココナッツジャパンがファミリーコンピュータ向けに発売したパチスロアドベンチャー2揃ったくんのパチスロ探偵団です。はい、でローがあったりファミリーコンピューターとか FF マークとかにはまあ規定のものですね。で裏面というような感じになっていて、まず表面から見ていくと夜の街みたいな感じですかね。外でそろったくんがパチスロをしてます。台は何だろう、これちょっとわかんないな。でもすごい勝ってますね。ジャラジャラ出してますね。で夜の街でなんかこの夕日なんだか夜なんだかっていう状態で、あと何だろう、まあここに怪人がいますね。でパチスロットで FF マークファミリーコンピューターのロゴに、パチスロアドベンチャー2のこのロゴが入っていますね。 CDSPG って製品コードですね。で裏面、まあ、キャッチ説明文、画面写真とキャラクターの絵ですね。業界初 AVG、まあ、アドベンチャー風パチスロ登場。持っているだけで必ずパチスロに勝てるという幻のコイン。このコインが謎の怪人七面相に盗まれてしまいました。そしてその被害はソロッタ君の馴染みの店にまで及んできたのです。このまま黙って見てはいられない。こうしてソロッタ君の七面相追跡が始まりました。ね、まあなんかいろいろツッコミどころがあるんですけど、とりあえず次に行きましょう。画面がまあ6個あるんですけど、コンクエスト2、スイートバニー XO、 アラビアン2、マスカレード、カーニバルで、この1個一番右端がビジュアルシーンも豊富ってあるんで、まあ5種類の台なんでしょうね、6じゃなくて。でこれがソロッタ君と七面相ですか、怪人で、なんだろう、結局この台が分かんねえな。でね、やっぱりね、不思議なことはね、このパチスロに必ず勝てる幻のコインがパチスロの店にあったっていうのがよく分からないんですけども、シナリオ的に破綻しないでしょうか。気になりますね。以上、作家でした。